เฉลิดแจงดูหันGood luck, everyone. 皆さんこんばんは。ガールチャンネルです。さあ、今週も、無事ステップアップしてですね、スキップバーバーから USF2000、そしてこの F3 ホッケンハイム、フィックスドの、レース、F3、ベータン、なんとかギア、F3 なんとかギアチャンピオンシップに来ています。ホッケンハイムのね、フルコース。こちらを16周で争われます。トップスプリットですね、 SF2600 予選がですねちょっと2周目失敗しまして13番手からのスタートですね。で、今日はですねこの5つ先ですかね、8番手に今右奥に見えますけど、シンジチャンネルのチャンネル選手がですね、同じレースを走っております。これはですね、なんとかこのね前のドライバー前の車をぐいぐい抜いてってですね、チャンネル選手の後ろについてこの取れ高をね、期待したいなというところなんですけど、まあなかなかね、どうでしょうね、この F3 シュラの国、まずはね死なずに生き残りたいっていうのが、はい、第一目標になります。さあレッドシアウからスタート、みんなスタートいいですね。前方はさあアウト側に陣取って、お怖い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 、さあ押しやられる形となりましたが大丈夫大丈夫、ここはねイン側ちょっと取っておきましょう。これでアウト側はやばい気がする。さあまずは生き残りました。さあスリップが効きますかね、前は結構ごちゃっとしてますね。怖い怖い、おっと2台交錯して脱落していきました。いやこのね後ろのなかなかこうスリップがすごいね効いてくるので、後ろから追突されないか、そして前は大丈夫かっていうのはね、おもう1台脱落、あれは単独ですね。いやー1周目からこのね波乱の展開、これが F3 ですね。とこの見覚えのあるカラーリング、これはチャンネル選手じゃないですか。なんとチャンネル選手の後ろにつけました。これは取れ高、これだか期待できそう。さあようやくオープニングラップが終わって2周目ですね。さあこのね、確か隅がれ F1 だったと思うんですけども、このねチーム戦による、レースシミュレーターアイレーシングでの F1 のレースなんですけど、このね平気コバライネン選手、元 F1 ドライバーのコバライネン選手のチームメイトがチャンネル選手っていうですね、もうね今をときめく、もうルイス・ハミルトンかチャンネル選手かっていうね、それぐらい勢いのある選手ですからね。ここはなんとか視界からね、逃さずについていきたいところですね。後ろにはこちらも日本人のアツシさんですねが、0.7 秒後ろにいますね。今チャンネル選手の 0.4 秒ぐらい後ろですかね。結構スリップは効いている感じがしますね。単独で走るよりも後ろについてた方がついていきやすいのかなと。さあレースは3周目、いやーこのね激しい展開が続いていてなかなか1周が長いですよね。
さあ後ろの淳さんが 0.9 秒差ですね。ここはチャンネル選手に引っ張ってもらって、後続と差をつけたいところですね。おっとチャンネル選手が軽くミス、ガイル選手もミス。おっとこれは結構オーバーランですね。これは差を縮めていくチャンスですね。ここのね最終セクションがまだつかめてないですね。やはり離されてますね。さあ後ろの淳さんも 0.6 秒差まで詰めてきてますね。さあチャンネル選手のスリップから離されたくない。一足まで落とすスピッツ系で、あそこがねこうなかなかこうクリッピングポイントぴったりで曲がっていくってのは難しいですね。おー前方で、クラッシュはないようですね。タイヤスモーク上がってました。さあチャンネル選手結構ね差をつけられてきてますね。どうも前半セクションだと、互角なんですけども、後半セクションに入るとさすがタイヤの温まってきたチャンネル選手本領発揮といったところですね。さすがね伊達に F3、専門でレースしてないよというところですよね。本職はね一味違いますよね。さあオフトラックをつけながらレースは5周目。チャンネル選手が離れていきますね。1秒差つけられています。後ろの淳さんとも 1.3 秒差をつけているので、ここは後ろはあまり気にせずに前だけを追いかけていくといい展開ですね。なんか遠くの方にスモークが上がってましたけど大丈夫でしょうか。で、今回の、フィックスドのまたね F3 なんですけど、やはりですね VRS の先生も言ってた通り非常に乗りやすいセットでですね安全性の高いセットアップになってますね。ですので、この予選セット、決勝セットを考えなくていいっていうところもあるため、簡単に比較的出やすいのかなと。でこのオープンセットのセッティングありの F3 はですねやはり挙動がシビアになりがちですので、この中で毎回同じこと言ってますけど最初フィクストの F3 に出て、F3 の感触をつかんでですねその後にオープンセットの F3 の真髄を味わうと、そういったねステップアップの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、さあチャンネル選手に近づいてきましたよ。こっから先がね結構スリップ効くんですよね。 0.4 秒差から 0.3 まで、詰めましたね。さあこの
ね、チャンネル登録者数8000名を、数えようかというチャンネル選手に対して、この弱小チャンネル登録者数500名そこそこのですね、ガイル選手が戦いを挑んでいくという構造になっています。以前はこのチャンネル選手の配信を見てですね、あのビールを飲みながら観戦というのが、楽しみだったんですけど、最近はいやしかし最終セクション早いですね。あのチャンネル選手早いっていうのとガイル選手遅いっていうのと両方あってですね、あそこの立ち上がりでやはり1秒ぐらい差をつけられますね。で、そうですね、チャンネル選手の、配信がなくて、ね、このビール観戦ができなくて寂しいなという話でしたね。まあ、かなり、ね、忙しそうだなと、あのいろんな、ね、取り組みが、出てきて、ね、まあ、なかなかのんびり配信、する時間も少なくなってきてるのかなというふうにお見受けしますので、ね、このガイル選手と同じようにチャンネル選手の配信がなくて寂しいなという方はですね、ぜひこのガイルチャンネルをご覧いただければ、ね、この少しでも寂しさの埋め合わせになるんではないかと思っております。うん、あそこの縁石乗るとねかなり乱れますので、あれ良くないですね。いやしかしここから早いですね。うん、1秒差、再び1秒差ですね。ここもねずっと全開でいくと怖いんですよね、滑りそうで。さあ 1.1 秒差がついてますね。レースは8周目ほぼ半分を消化しようとしているところですね。うん、このね1コーナーの立ち上がりだと少し詰められるんですけどね。さあ間隔は 0.7 秒、ここでスリップが 0.6 秒。ただね、いいところはここまでなんですよね。こっからがね、チャンネル選手早いんですよね。うん、なんか意外とといっては大変失礼なんですけど、チャンネル選手ね、低速コーナー結構上手ですね。うん、そろそろね、タイヤの滑りが、ちょっと気になってくる頃ですね。さあここまでで 0.9 秒差。さあ 0.9、うん、この週は 0.9 秒のままキープできましたね。さあレースは後半戦9周目。さあ今オフトラックつきましたね。でもまだまだ平気ですね。うん、再び 0.8 秒差。ポジションは9番手ですね。うん、まあ、結構ね脱落者が多かったとはいえやはりね上位陣は安定してますね。うん、ヘアピンのスピッツ敬礼を立ち上がると 1.1 秒までギャップが拡大してますね。
さあギャップが 1.2 秒に広がってますね。さあギャップは 1.0 秒差、レースは、残り7周ですね。セーフセーフ。あそこのねイン側は意外とあのタイヤだけ乗せられれば大丈夫なんですよね。フロントウィングの乗らなければ意外とねこの F3 のサスペンションは、このね衝撃吸収能力に優れるようです。さあギャップが 1.0 秒なのがほんのりスリップが効いて 0.1 秒ぐらい縮められてますかね、このストレート区間で。しかしやっぱねこのスピッツ系でですねあのコース幅いっぱいで立ち上がっていくあのコーナリングでやっぱ 0.1 秒は確実に差をつけられてますね。このね1秒差だとなかなかプレッシャーはかけられないですね。さあレースは残り6周、あそこのね1コーナーで 0.1 秒詰められるんですけどね。さあここも同じようにキープできればよし、 0.8 秒まで詰めましたね。ここでスリップは効いてほしいところ。一時期は 0.8 秒まで詰めたんですけどまたね 0.9 秒まで開いてますね。さすがこのチャンネル選手、このまあ細かいミスは、まあ、結構あるようなんですけど、でガイル選手も人のことは言えないんですけど、やはり大きいミスをしないこの堅実性はさすがだなというところですね。さあ珍しく最終区間立ち上がり良かったですね。残り5周、さあまたスリップでついていきたい。滑る滑る。スリップがそこまで効かないですね。もうちょっと差を詰めないと。やはりヘアピンで 0.1 秒開けられますね。さあなんかタイヤスモークは上がってますけど大丈夫でしょうか。大丈夫でした。1.2 秒までギャップ開きましたね。早い。今回のね、この不安要素としては、何周ですかね、ちょっとフルタンクの練習がしてなくて、この最後の方ですね、
タイヤが垂れてくる後半3分の1がやや不安を残しながらの参戦となっております。このあたりはね、やはり本職のチャンネル選手が有利かなといったところですね。レースは残り4周。この1秒のね、ギャップが縮まらないですね。これはね、さすがですね。さあ、いつの間にかポジションが8番手まで上がってますね。前の方で1台脱落あったようですね。イン側ね、あそこ縁石またいでしまうとかなり車体が不安定になって、こういう風にですね、1.3 秒とか、ギャップが空いてしまいますね。これはよろしくない。ここもね、イン側乗っちゃダメですね。いや、この、2回小さなミスを繰り返したことで 1.5 秒までね、ギャップ開きましたね。これは痛い。ストロセットアップの F3、は結構ね、安定しているとはいえ、そうですね、この自由自在に滑らせられるっていうわけでもなくてですね、やっぱ滑ると怖いですね。そこがね、なかなか難しいところですよね。その簡単にはスピンしないようなセットアップにはなってるんですけど、じゃあこのね、もう意のままにスライドさせられて、それで速く走れるかっていうとまたちょっと違うというね、セットになってますね。レースは残り3周ですね。スキップバーバーらと何度も走ってきた、このコースなんですけど、やっぱストレートが長いっていうこともあって、 F3 ぐらいパワーのある、ね、グリップの高い車で走るとまた、ね、面白いトラックだなというふうに感じますね。ただ縁石への乗り方は結構シビアになってきますので、そこは注意が必要ですね。選手とのギャップは 1.4 秒。レースは残り2周。これはよっぽど大きなミスをしない限り、ちょっとね、追いついていくのは厳しそうですし、チャンネル選手は事故に巻き込まれることは結構あるんですけど、単独でのミスっていうのはね、そうそう、少ない安定したドライバーですので、なかなかこの距離でね、ミスを期待するっていうのは難しそうですね。さあ、でもギャップ 1.2 秒まで縮まってきましたよ。最後の見せ場を作れるといいんですけども、タイヤもね、もうかなり滑るようになってきてますね。このあたり、結構ね、怖いですね。うわ、危ない危ない。お、1台コースアウト。おー、怖い怖い怖い。あ、今のが6番手を走っていたファブリスさんなんですね。さあ、ファイナルアップ。そして後ろファブリスさんが 0.6 秒で近づいてきている。チャンネル選手までは 1.3 秒あるので、これは無理ですね。
さあここはファブリスさんに追いつかれないようになんとかこの7番手をキープしたいところですね。さあこのミラーに映ってますけど、ここがねスリップが効くんですよね。これはどうだ、これはどうだ。ちょいねディフェンシブに早めにインに入りました。さあ後ろからマークされてますけども、まだ大丈夫、まだ慌てるような時間じゃない。これはどうだ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。これはねインの刺されないようにしないといけないですね。よしよしよし、さあディフェンス。さあここもインを刺されないようにちょい、レイトブレーキで早めにインについて、よしよし、守り切ったよし。いやこれ7位でしたね。で前を走る、チャンネル選手が、いいですね、6位入賞、1ポイントじゃないですか。いやこのね、チャンネル選手とのワンツー、もとい、6-7 といった、リザルトになりました。13番手スタート、7番手フィニッシュですね。チャンネル選手が8番手スタート、6番手フィニッシュで、後ろを、にいたですね、厚さんが、9番手フィニッシュと、ちょうどね間のファブリさんに、割って入られた、形となりましたね。今回の目標は、そうですね、6位入賞できたらいいなと思ってたんで、ちょっとね惜しかったんですけど、まあその分、チャンネル選手とですね、この追いかける展開という願ってもないこのね、レースになりましたので良かったなと思いますね。いやしかしね1周目がねこのすごかったですね。あ、この後ろのエルフカラーかっこいいな。これがアツさんなんですかね。おお、でちょうどもうここ、チャンネル選手の後ろについてという形になりましたね。このねなんかねチャンネル選手の前の2人もそうなんですけど、近いんですよね、なんか不必要に。でなんかまたドカンっていうね音が、してましたよね。いやこの辺りはね、もうちょっと皆さん安全に走ったらどうですかとは思うんですけど、おお、これもねこれは単独でしたよね。これだけ広いトラックなので、そこまでこうなんかガツガツ、接近戦しなくてもいいんじゃないですかとは思うんですけども、なかなかねこの F3 は修羅の国ですので、そういったわけにもいかないと。やはりね生き残っていくのが大変なこの F3、 今日もね、生き残って、7位、フィニッシュできたので良かったなと思います。で明日はですねいよいよオープン、おーこのねもうサバイバルですね明日はですね、オープンセットアップのですね、レース F3 レースですね、このシムコさんセットなのか、はたまた VRS セットなのか、ご期待くださいというところで、明日は、今週最後のですね F1 を、あ、F1 じゃない、 F3 ですね、 F3 を配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。